韓国航空宇宙産業 KEI はインドネシアと共同で、第 4.5 世代ジェット戦闘機を開発中みたいだね。はっきり言って韓国のものづくりは雑なところがあるから不安は拭えないよね。まあ2国で稼働する分にはいいんじゃないか。海外に輸出するとなれば、娯楽って買えたもんじゃないけどな。安全性は置いておいて、価格に関しては安価だから、購入を検討する国もありそうだけど。まあそうなれば自己責任になってくるよね。今回はそんな韓国が開発中の第 4.5 世代戦闘機 KAIKF21 ポラメにハリボテ疑惑発生したことについて、その真相を解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。開発中の機体名称は KAIKF21 ポラメ、韓国語で若鷹の井。2022年に初飛行を予定しており、2021年に試作1号機の出庫式が、ムンジェイン大統領臨席の下で大々的に取り行われたんだけど、この出庫式後にすぐに工場に戻され、解体されていたとの情報が韓国メディアの中央日報により報じられたよ。これにより、出庫式で公開された機体は外観だけのハリボテで、実は開発は難航しているのではないかという憶測が駆け巡っているな。そもそも、この KF21 ポラメとはどんな戦闘機なの？それを説明する前にまず、技術大国を自認する韓国としては、戦闘機の自国開発は、韓国技術の優位性を示す一つの指標としてとても重要視しているものだよね。これまで、米国ロッキードマーティンの技術的支援を受けて開発した、KAIT50 などの練習機やそれから派生する戦闘攻撃機を開発してきたんだけど、米国からの多くの技術支援を受けての開発であり、あくまで機種も練習機レベルのものだったんだ。そこで、韓国空軍では米国の F-16CD や F-15E など第一線級の戦闘機を多数運用しており、その運用ノウハウの蓄積などから、第 4.5 世代レベルの主力戦闘機開発の機運が高まることになるんだよね。その後、2001年3月に当時の金大中大統領が、韓国空軍士官学校の卒業式で、KFX 現 KF21 開発計画を発表したぜ。ここから、韓国による第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発が始まったってわけだな。それじゃあさっきの疑問に戻るけど、第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、1970年代に開発された米国製 F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンに代表される、第4世代ジェット戦闘機を改良発展させた戦闘機で、この第 4.5 世代ジェット戦闘機の条件とされている性能は以下の通りだね。まず、デジタルフライバイワイヤの実装と CCV 設計、次に対空対地対艦攻撃能力を兼ね揃えたマルチロール能力や一定のステルス性能の付与、そして先進的なアビオニクスの装備、最後に空戦時の機動性を向上させる、先進技術の装備カナードや水力変更ノズルなどとなっているよ。なお、ここで挙げた機能の一部は第4世代ジェット戦闘機にも搭載されているものもあり、第 4.5 世代ジェット戦闘機は第4世代ジェット戦闘機と比較して圧倒的な優位性を持つというわけではないんだけど、先進諸国が保有するジェット戦闘機は2000年代までには、おおむね第 4.5 世代ジェット戦闘機を保有するに至っているよ。そして、この第 4.5 世代ジェット戦闘機として世界で初めて実用化されたのは、F-15E ストライクイーグルだな。F-15E は第4世代戦闘機である米空軍 F-15CD イーグル制空戦闘機を、マルチロールファイター化戦闘爆撃機した機体で、第 4.5 世代ジェット戦闘機の一つの指針となっているぜ。KF-21 ポメラの要求性能としては、ラファールやユーロファイタータイフーン以上、F-35 以下程度のステルス性能、KF-16 と比較して戦闘半径が 50% 拡大し、機体寿命の 34% 延長、国産アクティブフェイズドアレイレーダーの搭載、レーダーシステムを含めた高性能なアビオニクス電子戦装置 IRST 及びデータリンクの搭載、5万ポンド程度の水力を有すること、高速迎撃能力、スーパークルーズ能力、超音速巡航能力、マルチロール能力だね。以上のように本格的な第 4.5 世代ジェット戦闘機を初めて開発する韓国としては、かなり意欲的な要求性能となっており、これが実現すれば、世界的にも第5世代ジェット戦闘機を除けば、ジェット戦闘機の中でかなり上位クラスの性能を獲得することになるんだよね。KF-21 ポメラが実用化されれば、ベトナム戦争により活躍しているが、もはや陳腐化してしまっている F-4DE ファントム2や F-16 以前の軽戦闘機である F-5EF タイガー2に代わるものとして期待されるぜ。開発予算として8兆5000億ウォン約8260億円であり、
機体量産費用も含めた総事業費は18兆1000億ウォン、日本円で約1兆7300億円にも上り、巨額の費用が予想されているんだよね。そのため、他国へも KF-21 ポメラの共同開発を打診しており、2010年7月15日にはインドネシアと KF-21 の生産協力に合意しているんだ。韓国ではどうしよう。開発予算の 60% を韓国が負担し、残りの 40% を海外の共同開発国が負担することが予定されていたが、最終的には韓国政府 60%、KAI 20%、インドネシアが 20% という分担となり、韓国側が開発費用の 80% を負担することで合意しているぜ。KF-21 ポメラ開発では、ブロック方式の段階的な能力開発計画が組まれているよ。まず、ブロック1では、2026年までに空対空戦闘能力の獲得が目指されており、この時点では制空戦闘機としての能力に止まるんだ。そして、2028年にブロック2として空対地戦闘能力が付与され、マルチロールファイターとしての性能を獲得する予定となっているよ。その後、2030年代のブロック3以降では、機体内部ウェポンベイへの武器の格納能力の獲得など、第5世代ジェット戦闘機クラスに引き上げる野心的なプランも存在しているよ。インドネシアは、2016年に韓国側へ開発分担金として約13億ドルを支払い、最大48機の KF-21 ポメラを取得して技術移転を受ける予定だったんだ。しかし、インドネシアは韓国側に対して、インドネシア国内での予算的制約を理由に合意した分担金の約 13% である1億9000万ドルしか支払いに応じておらず、2019年7月時点でも2億5000万ドルの不足金があると、韓国防衛事業庁関係者が証言しているよ。これに対してインドネシアは、分担金の支払いを現金ではなく、インドネシアがスペインと共同生産した CN-235 輸送機を別納することで変えたい旨の提案をしていますが、2020年12月にはインドネシアがフランスの第 4.5 世代ジェット戦闘機であるラサールの購入に関心を示しているとも報じられており、インドネシアと韓国が KF-21 開発計画でうまく連携が図れていないことが明らかになっているぜ。2021年4月9日にお披露目された KF-21 ポメラだけど、このお披露目会である国産戦闘機姿勢1号機出庫式に登場した1ヶ月後には、エンジンや外装、ランディングギアまで機体を構成する大部分が分解され、骨組みの状態で工場に鎮座していることが、韓国メディアの中央日報によって報じられているよ。出庫式の時点では偽装色の塗布まで終えていた状態であったので、その時点から完全に解体することは異例であり、これはムン大統領臨席の出庫式に間に合わせるため、組み立てが可能な状態ではない機体を無理やり組み立てて取り繕った、ハリボテだったのではないかとの疑惑が持ち上がったんだよね。これに対し、韓国国会の与党代表ソン・ヨン・ギル議員は一部の保守系メディアが事実に基づいていない報道で、KF-21 ポラメに誤解と混乱をもたらしているとの声明を出して反発しているんだって。また、ソン代表は、KF-21 開発はスケジュール通り順調に進んでいる。日本の右翼やマスコミに KF-21 が軽視される形で拡散されたのは恥ずべきことであり、事実に基づかない内容を報じることで、政府を貶めるべきではないと、強く批判的な保守系メディアを牽制しているぜ。KF-21 ポラメの開発を担っている韓国航空宇宙産業 KAI も機体の解体は、式典後にスケジュール通りに実施した燃料系統の一次試験で必要な工程であり、試験中に各機器からの相互干渉を最小限に止めるためには、このように解体することが必須だと主張しているんだって。今後、燃料系統の一次試験が完了した後は、地上走行や飛行制御システム関連試験、エンジンの稼働試験などを順次実施していくとのことだね。今回のハリボテ疑惑だけど、中央日報が報じた KF-21 の解体に席する記事の内容は、すべて匿名が条件の自称関係者からの証言によるものだったんだ。しかし、この記事に対して他のメディアが、実名による専門家の KF-21 ポメラ解体に対する見解を報じ、その中で燃料系統のテストで機体を解体することに不自然さはないし、主要な装置の取り外しは海外の戦闘機開発でも一般的に行われている旨の証言を行っているよ。これらのことから、今回の KF-21 ポメラの解体が、KF-21 ポメラの技術的欠陥や開発難航などに直結する可能性は高くはないと見られており、朝鮮日報のこの記事に対する信頼性は低下しているんだ。この KF-21 ポメラは、
順調にいけば来年2022年には初飛行が実施される予定で、完成すれば250機以上が生産され配備される見込みだぜ。日本において第 4.5 世代ジェット戦闘機の開発は、1995年に初飛行した F2 戦闘機開発の実績があり、現在は F2 戦闘機及び初期型 F15J の後継機として、第5世代ジェット戦闘機開発計画が策定されているね。この時期戦闘機開発計画では三菱重工が主契約者となり、F22 戦闘機や F35 戦闘機を開発した米国ロッキード・マーティン社と開発提携を行い、2035年までの実戦配備を目指しているんだ。米国との共同開発なんて期待しちゃうよね。韓国も FA-21 ポメラの開発が成功すれば、第5世代ジェット戦闘機開発にも名乗りを上げることが予想され、今や軍事技術大国ともなった中国を含め、東アジア地域での戦闘機開発競争はさらに熱が高まりそうだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。冒頭来たぜ、日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。なになに、そんなにすごいことなの？というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからどう変わってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は自国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはボンボン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだからこういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今さら従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗におらるというのは考えにくいだよ。うん、そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話がそれちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。
この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。おう、知ってるぜ。ニュースでも報道してたからな。見た見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけど、このエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定した時、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、またでかい車体にまたでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。もう成功したも同然だぜ。うん、そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF-91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、どうせお隣のあの国だよ。大体想像つくわ。視聴者もみんなピンときてるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおまさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
韓国開発のステルス戦闘機 KF-21 ポラメについて、みんなはもう知っているかな？韓国発のステルス機なんて全然期待していないけど、どんなものかは気になるよね。そんな KF-21 ポラメの性能が明らかになってきたみたいだよ。韓国は情報の盗用から、製造のずさんさ、整備のいい加減さにわたって、いい噂は全く聞かないからな。F-35A 戦闘機なんかの情報を盗んでないといいがな。あとはきちんと飛ぶかどうかだよね。一応6月には飛行テストも行われるみたいだよ。さて、今回はこの KF-21 戦闘機ポラメを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国が国産戦闘機と銘打って、韓国航空宇宙産業会が開発を進めている KF-21 ポラメについて、韓国の中央日報電子版が北東アジア最強の潜在力を持つとした記事を公表しているよ。それによると KF-21 については、世界最強のステルス戦闘機とされるアメリカ空軍の F-22 ラプターと似ているとし、韓国空軍で未だ1970年代の F-4 ファントムや、F-5 タイガー韓国用は KF-5E、F タイガー2などの第3世代ジェット戦闘機を運用しているんだけど、それらに加えて第4世代の F-16 ファイティングファルコン韓国用は KF-16 とも交代させる見通しとしているようだね。この記事が正確なものであるとするならば、KF-21 は現時点で2026年6月から配備を開始する予定とされているため、韓国空軍は F-22 と同じ第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めながら、F-4 や F-5 の運用を続けていくことになり、つい先日死亡墜落事故を起こした KF-5 をこの先5年以上も現役として飛行させるつもりであるってことになるよね。どうするかはわからないけれど、中央日報の記事では、KF-21 には国内開発の、AESA 能動型電子操作アレイレーダー、EOTOP 光学追跡装置、IRST 赤外線追跡装置、EW スーツ統合電子線装置システムを搭載するとして、韓国の国防科学研究所 ADD が開発、ハンファシステムズ社が製造した。AESA は、中国やロシア製のレーダーと比べて性能が優れているとしているんだって。比較して自分たちの方が優れているっていうのは、韓国の常套句だよね。その話も眉唾ものだけど、ハンファシステムズ社は、イスラエルのエルタシステムズ社の支援によって、AESA レーダーのハードウェアを完成させたとされており、完成後にイタリアのレオナルド社の技術支援を受けて、フライトテストベッドのボーイング737に搭載されて実施されたとされ、今後は同様に737を用いたレーダー試験が韓国国内で予定されているとしているんだ。AESA、電子光学追跡装備、赤外線捜索追跡装置、統合電子線装置に関して、韓国は2015年頃アメリカにこれらの技術支援を申し込んだんだけど、以前アメリカから導入した F-15K において、禁じられていたブラックボックスのうちの一つである、暗視装置を分解したことがアメリカ側に発覚しただけでなく、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車関連技術などアメリカから導入した兵器から数十種類の技術を無断で盗んでおり、そのため技術移転を拒否されたとみられているよ。そのためかヨーロッパ諸国の有力戦闘機メーカーにおいても韓国からの技術支援要請が拒否されているなどの報道が伝わっていて、韓国国内では防衛事業庁の責任問題に発展していたんだって。AESA 能動型電子操作アレイレーダーとはいわゆる火器管制用のアクティブフェイズドアレイレーダーのことだな。アメリカではノースロップグラマン社製で F-35 に搭載されている AN-APG-81、そして F-A-18E、F スーパーホーネット搭載のレイゼオン社が開発した AN-APG-79 などが短距離ルックアップモード 150km の性能で、F-22 に搭載されているノースロップグラマン社とレイゼオン社が開発した AN-APG-77 では短距離 250km とされているぜ。日本では1980年代から1990年代に短距離110km の J-APG-1 を開発しているんだけど、これは初めて量産機 F-2 戦闘機に搭載された AESA であり、現在は技術研究本部においてさらに小型化と、短距離百数十キロメートルへの延伸を目指す J-APG-2 の開発が進められているよ。そして、中国では2000年に KLJ-7 と呼ばれる AESA を実用化しており、これの短距離は 110km で現在はより高性能な KLJ-7V2 が製造されているとされ、ロシアにおいては最新鋭の第5世代ステルス戦闘機スホイ57に搭載されている N36 ベルカと呼ばれる高性能、AESA では短距離 400km とされているんだ。これまで、AESA を自国で開発したことのない韓国製レーダーは、これらよりも高性能であるとされているらしいけど、
2019年9月27日の中央日報日本語版では探知距離は 110km 以上と報じていて、2022年2月から実施が予定されている性能テストの結果が気になるところだよね。どうせ大したことないんだろうけど、他の光学追跡装置、赤外線追跡装置、統合電子線装置については、防衛事業庁では韓国で生産した経験があるとして国内開発が可能としているけど、進捗状況などについては何も情報が伝わってはいない状況だよ。また、2020年2月にハンファシステムズ社が KF21 に地形追証、地形回避システム TF-DA を組み込むために、イスラエルのエルビットシステムズ社と契約。これにより視界が悪い悪天候でも低高度において安全に飛行及び操縦できるようになるほか、敵の領土内でもレーダーに検知されずに行動することができるようになったと発表しているんだけど、これによって2019年9月時点で発表された国産化率 65% という数字がさらに低下すると見られているよ。国産化率においては何よりもエンジンをアメリカのゼネラルエレクトリック社グループの GE アビエーション社製の F414GE400 エンジンを導入することが決まっているため、純粋な国産戦闘機とはならないことが決定しているし、今さら何パーセントになろうと問題はないんだろうけど、機体を構成する様々な部品が外国製品では、製造価格やメンテナンス費用が高騰する恐れがあるとされているね。そして、中央日報の配信記事では KF21 のステルス性能について触れ、海波レーダーに探知される面積 RCS の解析及び試験で航空機の形状を最適化した、低飛探知性を達成するために各2個の垂直及び水平尾翼、ひし形状の主翼と空気吸入口などをステルス戦闘機形状に設計したとしているよ。しかし、中央日報では先の配信記事と同じ日付の別の配信記事で、2021年4月の出庫式後に分解され謎を呼んでいた試作1号機が再び組み立てられ、12月29日に貝の格納庫から引き出されてお披露目されたニュースを伝えているんだけど、こちらには機体の形状変更が行われたとは書かれておらず、貝談話の信憑性が疑われているんだ。さらにステルスに必須の内部武装蔵も必要に応じて製造できるよう準備したと貝側が語ったとしているが、これは裏を返せば現状ではウェポンベイ内部武装蔵がなく、ミサイルなどは翼下など外部に装着することになりステルス性能は格段に落ちるということなんだよ。そして防衛事業庁関係者団として現況でも F-A18 より RCS は小さいと紹介した上で、KF21 の RCS は1平方メートルより小さく、一般的にステルス機能があるとみなされるので純ステルス機だと主張しているんだけど、その RCS はユーロファイタータイフーンと同程度の 0.5 平方メートルと言われているよ。この中央日報の論理では、第 4.5 世代とされるユーロファイタータイフーンもステルス機となり、日本の F2 戦闘機も RCS が 0.9 平方メートルなので純ステルス戦闘機と言えることになると指摘する声があるのも確かだな。その他2021年8月13日に、韓国の東亜日報がレーダー波などの電波を吸収する塗料が開発されたと報じていて、KF21 の試作機に使用して検証するとされているんだけど、どんな戦闘機でもステルス機にしてしまう画期的な塗料を、なぜすぐに現有機で試験を実施しないのかと怪しむ声も多いんだ。KF21 の開発に関してはまだまだ他にたくさんの不可思議な報道が韓国から発信されていて、何が真実やら判断がつかない状況であり、実機が飛行したとの報道がない限りは共同開発のインドネシアからも評価されることはないであろうと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは俺の雑学の時間だよ。待ってました。おいおい、そんなに怒るなよ。前回の約束だろ。わかってるよ、怒ってないよ。今回だけだからな。なら雑学に入るよ。子供から大人まで愛される、イクラについてだよ。みんなはイクラは好きかな？僕は大好きだよ。俺も好きだー。そんなイクラの天然のものと人工のものを、見分ける方法を知っているかな？わかんないや。なら説明していくよ。その方法は、イクラをお湯に入れるだけだぜ。え、そんなのでわかるの？わかっちゃうんだな。お湯に入れたイクラに変化がなければ、人工のイクラで、天然のイクラの場合は白く変化するらしいんだ。今度回転寿司に行った時にしてみてもいいと思うぜ。へえ、試してみよう。僕の中の知識が知りたいと言っている。豆知識博士のお前でも、このネタは知らなかったようだな。違うもん。他のネタ用意して譲っただけだもん。っていうかあいつはどこに行った？話そらしやがったなこいつ。と、まあ今回の雑学はこれで終わりだぜ。みんなも、
試してみてね。また次の動画で会おうね。バイバイ。それにしても何してたんだよ。あ、僕？いくらの話してお腹空いたからイラク料理食べてきた。全然関係ないし、そもそもイラクまで行くなよバカ。何言ってんの？似てるじゃないイクラとイラク。もう自由すぎる。それじゃあまたね。